おはようございます。ディレクター前も申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー鬼コンボ最強伝説やっていきたいと思います。ミスタードーナツこの前行ったんですけど、なんか高ない僕の知ってる時代よりミスタードーナツ高なってるんですよね。気づいたら、まあ、ミスタードーナツは昔から好きでね、よく行ってて、もうこの前久しぶりに行ったらなんか高いなってイメージありましたね。まあ、仕方のないことなんですけど、まあ、それとに伴ってコンビニでもまあ大して美味しくないドーナツがあるんですけど、まあ人によるけどね、あれはあれがさ、100円、8円とかで売ってるから、昔のなんか値段で買おうとすると、コンビニの方が安いんですよ。ドーナツって。で、何より僕はちなみにね、セブンイレブンのドーナツをね、肉まんみたいな機械に入れてた時のこと、いよいよ解禁でございます。勇者のウェポンダブルスキャン。ぶっ壊れが多いんですよ、本当に。竜神王の剣2の太刀。竜特攻ですね、もちろん。そしてお供までね、ちゃんと竜王の弱点を取れる。この縛りでなんと使える3体うち2体が弱点を取れる。竜王は泣いていい。赤目となり全てが強化された竜王でございますが、相変わらず全身弱点マンはあまり変わってないようで。よりにもってね、炎までじゃなくて炎と灼熱と爆発でした。そのあたりね、非常に弱くなってくれてます、今度は。なんか正直ポケモンの雪のを見てんのかみたいな存在ですよこいつ。黙れ。さあ、ウェポンダブルスキャンによって生まれたドラゴンを滅す元気流滅剣がせーのって、はい。まあそれはそうなるわ。悲しいからそうなっちゃうんだよな。そしてこいつも弱点取れます。炎のノック発射。はい。うわあ、そこか。別に威力高いかな。で、この一旦目大事。ああ、なるほどね。一旦目がね、えげつないんだよな。おたけび引いたからいいけど。あっと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 、ダメ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 。主人公をつばぜり合いできなかったやった。本当はね、二ターン目が古技なんで、ちょっと二ターン目に止まるのはよね。まあ、仕方ないね。正直、おたけびと引きちぎるの択なんで、まあ、ここは仕方ない、仕方ないか。で、ここ、古畑ですね。さあ、怪しいぞ。これね、悪伝が、うわみんな氷ダメだもんね。みんな氷ダメだもんね。お互いもしかして、あれもしかしてあれお互い全身弱点そんな気がする。お互い全身弱点かもしれん。おー、打点取りやかい。ほのままのクー行ってこい。はい、オッケー。じゃあ3ターン目いきますか。引きちぎる2回引いて死んじゃうのはまずいんで、引きちぎる2回は多分死ぬな。うん、ちょっとここで死ぬわけにはいかん。はい、次オッケーオッケー。まあまあまあ自分だ。へ、アベレージは高い方やね。やっぱ相変わらずアベレージ高いね。よっしゃー、オッケーオッケー。勇気負けはない。で、大事になってくるのは、次のターンにちょっとね、まあ、これ多分、合体モンスターの鬼コンボでやった時も言ったんですけど、4ターン目は確定防御できます。本来なら。もちろんそんなものはありませんので、この島に。この島にそんなものはありません。なんかマジックバリアとか魔法ステラなんそんなね、ものはありませんので、この4ターン目非常に大事です。かつ、竜は古型です。ちょっとねー、ギリギリかな、勇気。ワンチャン溜まるかもしれん、大会モードなら。大会モードなら、溜まるかもね。普通のアーケードモードだとちょっと、あっと、また、耐えるっけ？いや、耐えるでしょ！まさか死んだことはねえだろ！オッケー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 、危ねえ。いや、大会モードなら溜まる。多分大会モード、こっちの勇気補正もちょっとあるから、いける。初だけどね！行くぞ！はい！オッケー！うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大会モードなら溜まるわ。これが大会モードの特権か！よし、オッケー！スッといったなぁ、ゾンガイ。まあ、UFO はやっぱその程度の存在ってことだな。なんであそこに飛び込むんだ、毎回の勇者。毎回ローラ姫虹の雫かけてんだよなぁ。まったく。ゾーマの城に泳いで渡った勇者を一人目なってほしいところだわ。毎回虹かけてさ、現場に突撃してくるこいつ。泳いで渡ったやついいんだぞ、ゾーマの城までな。俺の知ってる中には。
まあスムーズに突破できましたね。はい。まあ、1ターン目の引きちぎる引いてたらえげつなかったかもしんない。それはそれで。別のルートがあったな。生放送でも動画でもよく出てきてよく苦戦しますよ、こいつには。白目の序盤に今日思い出してください。白目指導ゾーマ。非常にこの縛りで苦戦しました。当然それが赤目になれば苦戦は必至でございます。なんだよこれ。もうバケモンじゃん。もうタクトの世界に来たのお前。そんな強化された赤目指導にも果敢に挑むのがこの方。やめな。もうやめな。多分皆さんからやめなという声が聞こえておりますが、私はやめません。一回行かないと気が済まないんですよ。一回ワンチャンあるかもしんないよ。だって予想に反してエルギオスではね、デスタマを倒したんで、なんかあるかもしんないですよ。ちょっとかけてみますね。先が見えるんだよな。つうかさ、赤目白に勝てた合体モンスターなんかいたっけ。今まで俺が動画出してきた中にさ、赤目指導に勝った合体モンスターいた？吹き飛ばされたり嫌な声上げて飛んでったやつしか俺知らんで。全員死んでったぞ、おい。あ、もう一旦めげつないんですよ。一旦目がね、本当はルビス推奨なんで、ドルゴーはさ、暗黒と雷ですね。半分。早くも、50% 持っていかれてしまった。もうやめな、ちょっと。単暗黒呪文ならよかったのに、雷入ったせいでこうなるんでしょ。痛感ウルトラスターン頑張れ。最近才能開花したんだからいけるぞお前。マジや、集中しろ。集中や、鬼コンボ。集中しよう。もう心を無にして精神を統一すればいけるって。あー、なるほどね。凍てつく波動きついんだよな。さっきは、竜王みたいに、いくら大会モードの補正があっても、勇気がたまんねえってことは変わんないんですよ、合体モンスター。マジで凍てつく波動ね、重ねないときついね。で、問題は次のターン。邪神の怒りっていう行動がありまして、あれが2回行動なんですよ。あれの耐久値が大事かな。まあ、どうだろう。まあ、破壊者の叫び引きはまあ、何もことも、さあ、怒り、これ大事ですね。ここのターンに耐えるかどうかは非常に大事なところです。まあ、ここは温存してね、耐えておきたいところ。これこれこれ、よし、なんとかなるな。え、なんとか、な、頑張れ。なんかないか。ちょっと、流れるように負けていきそうなんや。お。まだ。とりあえず次のターン、これ天使の歌じゃダメなんですよ。4ターン目はフルアタなんですけど、天使の歌だと邪神の怒りが2回行動です。なんで、避けないとダメですね。避ける SP といえばまた対一つなんですけど。大ピンチ、しかしまだここからありますね。あー、もったいない !90 になっちゃいました。この90響いてきそうでやだ。まあもちろんこうなりますよね。避けるしかねえ。ただ今90になってしまったのがちょっと気になるところ。うわぁ、お前な、大丈夫か本当にね。え、マジでちょっと待て。待て。まあ、ここはまず避けないとダメですね。とりあえず避けますね。何パー引いたのよ。ちょっと待ちなよ。何パー引きゃそうなるのよ。何パー引きゃそうなるのよ。勇者の更新。もう投げやりなんですよ。もう結局勇者の更新になっちゃうんですよ。参りましょう。さあ、勇者で超えれるか。暗黒に弱いからね、耐久が怪しいとこなんだよな。あとは、相変わらずウルトラスタンプ、君に全て採用されるんだ。多分、この、新大魔王戦に全てが詰まってます。この縛りの。モンスターが、ほぼほぼ固定になってしまうこと。実質 SP がないこと。そして、何より、大きい口のウルトラスタンプの機に全てが採用されること。全てが今、詰まってると言っても過言ではないですね。ワンチャン余計やったカード欲しいっす。よし、ナイスカード。オーケー。聖女の盾がここで一回生きていくんだよな。まあ。600で落ちんなら大丈夫だ。大丈夫、600なら大丈夫だ。さあ、弱点取ります。さあ、
オーケー、もうオーケーオーケーオーケー、十分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 、弱点取れてるなら大丈夫だ。で問題はこの2体はちゃんといい感じに打点取ってくれといいんだけど、オッケー、威力高い、あ割と威力あんじゃん、すごいね。さあさっさかちゃんに全てが左右されております。オラオラ、オッケー、素晴らしいわ。でここはね見た方がいいんだよね、さすがにここは2ターン目は攻撃しないんですよ、まあ共通としまして。行ってこい、当たればお返し、おおばくち、はい、マジでこれやばいぞ。ちょっとこのね、やばくはない、何もやばくない、すごい、むしろすごい。これは僕が何回動画出しても嫌なタイプですよ。完全なるプレッシャースタディに今かかっております。一手使うか、つばぜりなしで行きたいとこではある。これワンチャンつばぜりなしでいけねえかな、つばぜり嫌う自分がいる、今ちょっとつばぜり嫌ってる自分がいる。ワンチャンこれつばぜりなしで、いや無理だよな、いやダメだ、多分このターンにはたまらないから大丈夫だけど、あいつちゃんと勇気溜まってくるからこれワンチャン怒りで溜まるかもしれん。大丈夫か、行くぜウルトラスタンプ、せーの、あーまあそりゃそうだよね、あーかわいい、あれ待って、これ混乱するとまずい、あれ混乱したらまずい、あーよしよし、避けた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 、避けてる避けてる。さあ混乱しているアナウンス、つばぜり合い必須、そうだね、うん必須だね、ここさすがに挑戦しなかったらやばかったな。いやワンチャンしなくてもとどめつばぜり持ってったか、とりあえずここ勝とう。嫌なプレッシャーだ。オッケー。平均平均平均。いつもの平均を取れた。十分勝てるラインです。よっしゃー、オッケー。さあ、問題はだ。このターンに乗せてくれれば全てが早い。が、溜めてしまったが。ずらし、ずらし3玉。じゃあ、ずらし3玉だ。全て詰まってるよ、今。さあこいつで会心でないけるいけるか、炎のクレッセイ444は足りないです。うわー何が嫌かってね、このターンイテツカードありますね、資料に、このターン資料にはイテツカードがございます。なんてやつだ、高校イテツカードをされるとえらい目に遭うんですよ。あちょ大丈夫ね、まあでも言っちゃえば別に5割ですから、いやあのこれ5割で負けますよね、いやそんな 50% ですから大丈夫ですよ、まあ信じてくださいよ。OK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  耐えれば耐えれば勝ちだ、耐えれば勝ちだ、じゃあ耐えれば、いや初めてだぞ、こいつ SP なしで勝ったの多分厳選されたモンスター厳選し、うん SP なし、そしてアマもかけない中よく勝ったな君たち、ちょっと初めてなんじゃないかな、正直コングエットとか起きてマイナーな部類に入るんですよこのゲームの中では。で主人公はあんまり書けないでしょ、 SP もないんでしょ、なんで勝ったのかわからない、うん全てが詰まってるこの試合いけちゃうんだ、なんかもっとねここで苦戦すると思ってたし、初期の実況の時もっと苦戦してたのにな。やってきましたみんなのトラウマ、とある手段を用いないと HP12500 を強いられてしまいます。それで有名なゾーマが赤目になって帰ってきちゃいましたね出ちゃったか、まあちょっといろいろと懸念点はあるんですけど、まずは彼に出てもらおうかな。トムの勝ちです。グレートドラキーで新ゾーマを倒したことが私には経験があります。うん、その経験を生かし討伐したいと思います。どのように
どのようにですか。でもグレートドラキーで勝ったから、そうグレートドラで勝った相手がこんな2の勝ったもの負けるわけねえじゃんね。うん、そうですよ。コウモリ野郎、12500を普通に削るのは DLC 組の力が必要不可欠になっちゃうんで、それをまあさすがに無理があるんで、まあまずはね、まあ光の弾を使いましょう。はい、これはもう鉄則です。はい、これをすることにより合体モンスター側は何がいいかっていうと、一旦分100もらえるんですよ。合体モンスターは勇気溜まりにくいっていうね特徴を持ってるんで、ここで100をねノーターンでもらえるのは本当に嬉しいね。ちょっと待って、声が起きたばっかり声があれや。さあ7戦から始まって打点は取れます。でグレートドラキーで倒した経験もあります。いくぞウルザスタンプで、まあ多分480ぐらい出るんじゃないかな。そうだね、 OK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 、 うん十分出てるから打点はいいんだけど、まああなた白目にもボコボコにされても白目にもボコボコにされたんですけど、オニコンもは。それが赤目に勝てるかっていうとな。うん、大丈夫かな。マヒャド結構威力高いんだよ。白目の時より威力上がってっからね、マヒャド。どんなもん？まあまあ、まだか、まあ、指導のドルモアより弱いから大丈夫。どんな理論やねん、指導のドルモア同じようなもんやな。一品の心臓魔は凍てつカードを使うことも多いんで、まあその分ね1ターン目の100は本当にでかい。ただね死者の呼び声とか来るとやばいんだよな。オッケーオッケーオッケー、いいよしっかりと待って。あーこれもうなー、魔界の効果、んーなんか2パーの回避でちょっとピロリとか弓見してくんねえかな。あダメなんだよ、ここで SP 使っちゃダメ、ここでね使っちゃダメなんだよ。 SP は4ターン目がフルワタなんで、そこを回避しないといけないんでね。おーしよしよし、そう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 、ここで逃げてるわけにはいかないんですよ。ただですよ、4ターン目っていうのはマヒャドか死者の呼び声です。死者の呼び声は2回攻撃です。天使の歌では間に合わない気がします。はてそうなるとはてという話なんですよ。マヒャドは1300があったでしょ、賢者の死でも回復しきれないんでしょ。え、どうすんの。おっと、その不安を打ち消してくれるのか君は。天使の歌しかないんだよな、マリベル。天使の歌してとりあえず命つなげ。でもその後5ターン目フルワタなんですよ。夢打ち砕くより悪いんですけど、もう5ターン目フルワタなんですよね。おーおーおー、オッケー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 、ここはオッケーです、ここはオッケーなんですよ。オッケーだけど、いやオッケーだけどさ、夢打ち砕くようで悪いんだけどさ。君夢打ち砕きで申し訳ないんだけど、ウルトラスタンプ通行2連で行くしかないか。いや無理だよな、さっき俺も90にしちゃったのはね本当に申し訳ないな。たまんないよな、そうたまんないんだよなこれ、マジで大会モードだとたまらんな。うーん、頑張ってる頑張ってんな、認める。まだだ、破滅の炎サイコキャノンタク、サイコキャノンワンチャン耐えるかもしれない。そうは、サイコキャノンのタクはそんな威力高くないから耐えるかもしれないよ。まあ DQ タクタラとサイコキャノンかなり強い技となっておりますけど、いやワンチャンあるなこれ、避ける 2% で避ければいい。50分の1を引けばいい。破滅の炎です、まあこんなんね避けましょうよ、避けろ頑張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 ろ熱戦。当たり前や。まあそりゃそうでしょうな。